こんにちは、ヤホイです。またまた仲間が増えました。ヤフーオークションで1万円の AWS です。動作は問題なくて、傷がちょっとすごいっていうだけで安かったので購入してみました。バイポッド付きです。丸い製、マガジンは2個付きです。丸いのスコープも付いてきました。ゴムがビロンビロンでちょっと扱いにくいですが、これですね、傷っていうのは。でも別にそんなの気にならないんで、お買い得だったと思います。ここでホップ調整をします。後ろのネジを外すと肩当ての幅が変わります。刻印かっこいいっすね。これで安全装置、解除すると引くことができます。どうしてもこの動作がしたかったんですよね。スコープの方も取り付けてみました。一応レールに取り付けれる用のバイポッドの台座もついてきました。 AWS は直接つけることができるので、今の台座は必要ありません。意外とこう動くんですね。初めて知りました。で、広げたり畳んだり、前と後ろにできます。覗いてみるとこんな感じ。なんで黄色いんですかね。そしたら家の中で少し狭いですが打ってみます。スコープはこの上のダイヤルと横のダイヤルで位置調整をします。ドライバーいらないので楽ですね。この辺の調整は初心者のイヤホンにはちょっとよく分かりませんが、多分まあ倍率とかピントとかそっち系なんですかね、分かりません。ではこの間の三崎サバゲーの方にエルクロ持っていきましたので、実際に打ってみたいと思います。まあ調整中なんもありますけども、あとイヤホンの腕かな、右下にずっとずれます。はい、お次はゲームの方に、持ち込んでみましたので、よかったら見てください。ゲームはフラッグ戦1回復活セミオートのみです。カメラが悪いのかな、なんか銃歪んでません？当たらんな、難しいな。ちょっと覗いたら敵と目が合いました。やっぱスナイパー近づくとやばいですよね。そしてやっとヒット取れました。あとですね、もうめちゃくちゃ重たいですよね。重くないかもしれへんけど、長いので重く感じます。あとスコープ覗いても合わせるのが難しい。あの奥に処理ます。はい。あ、まだいますね。コンクリートの裏です。この正面ですよね。そうです。
あの一番あの橋の奥の、あ、もう一人いるっすか。あ、ほんまですか。こっちの、あ、そっちか。OK っす。じゃあ2人いますね。やっぱちょっと慣れないと難しいですね。開いた、ヒッター。先ほどの裏ゲームでフラッグ戦1回復活セミオートのみです。今回は酸性マスクのファンの電池を入れ替えたばかりで少しうるさいですがご容赦ください。やはり電池2本より3本の方がおすすめだったかもしれません。当たらなくてがっかりしてる。しかも連射できひんしね。これは初心者には厳しい。遠いところから狙い続けられるような場所を見つけたいもんですね。今回のゲームイヤホイはずっと役立たずでした。すいません。ちゃんとコッキングできてないし、手前のはしごに当たらしで、ほんま。見た目も動作も楽しい自由でしたが、持つのがね疲れんのと狙うのも、初心者にはちょっと難しい自由でした。当たらんな。まあでも最初のシューティングレンジで、打ってるのを見てもらって分かると思うんですけど、ある程度まっすぐ同じようなところに飛んでいくことは分かっていますので、弾道とか狙いた位置にどこに飛んでいくかの癖を見極めたら、しっかり当てていける銃かなとは思いました。そう、腕の問題です。最後までご視聴ありがとうございました。